さて今回は OLL の57番、対面エッジ反転です。さすがにマヌーバはやりたくないですよね。厳密には場所が変わってもいいので、もっと短い手順で揃えます。ここから揃える手順です。まずはこのペアを左上に出し、右はいつも通りに下げます。このペアを右に戻して、M 列を回します。ペアを左に寄せたら、さらに右も上げます。ペアを右に戻して、右に列を下げます。M 列が回しにくい場合は、ペアを左上に出して、右を下げて、ペアを右に戻して、ここで一旦右を下げてしまえば、ここで上げるのが右の2層になる。そこから先は同じです。好きな方で覚えるといいでしょう。下げて右に層上げるか。下げないで M 列を回す。あとは同じ。揃った状態からやると隣接エッジ反転になります。今回は M 列を使う例です。もう一度やると57番になります。ペアを左上に出して、右を下げて、ペアを右に戻す。M 列を上げて、ペアを左に寄せて、右を上げて、2層回しでスロットイン。3回やると元に戻るので、何度もやって、やりやすい指使いを探してみてください。それでは今回はこの辺で。